プロ野球オリックスの山本ゆかり新投手、兄さんが18日、ベルーナドームで行われた西武11回戦で無安打無得点試合、ノーヒットノーランを達成した。今年6月7日に今永昇太氏、DeNA が日本ハム戦で達成して以来で、完全試合を含み、史上86人目、97度目、パリーグでは今年5月11日に東浜、ソフトバンク、が西武戦で記録して以来で、31人目、32度目、ネットの声、今季4度目のノーヒットノーラン、完全試合含む、で、ついに本命だった山本がやりましたね。おめでとうございます。山本ゆかり新投手はおめでとうだけど、いくらなんでも、今年はおかしくないか。佐々木朗稀の完全試合を皮切りに、東浜、今久しのぼり太し、山本ゆかり新が達成。西武も先日継投での準完全試合、大野武宏も完全未遂。春先はコロナ禍の関係で野手の仕上がりが悪いという説もあったが、もう6月、それ以外に、何かが変わったとしか思えない。まあ山本なら、いつかやるだろうと思っていたが、次は完全試合も達成するだろうね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。